乾杯。退院おめでとう。ありがとう。美しい彩りです。きびなごの南蛮と、もずくの糸島で取れるそうめんのりっていう、うん、あと真ん中が本マグロの炙りを漬けにしています。とパンに乗ってるのが豚肉で作ったリエット、で一番下はホタルイカと春キャベツのガーリック。いただきます。色味が綺麗。これ全部お魚が多いね。違うの？だけじゃない、お肉？ほんと？いや、これお肉じゃないよ、魚だよ。あ、これマグロやな。そうやろ？うん。海の幸。まずか。料理ってこれセンスやもんね、やっぱりね。見て楽しんで。うん。もずく美味しい、これ。普通のもずくと違う。なんか太めよ、これ。うん。高級なもずくやん。もずくめちゃくちゃ美味しいですね。なんか、普通に食べるもずくよりもなんか太い。うん。これ、どこのもずくですか？糸島。へぇ。今ね、何でも糸島野菜とかね。ね、何でも糸島っていうね。ブームやから。左目、口、背中、背骨、4個抜かなきゃいけない。あ、そうなんだ。大変ですね、なんか下ごしらえとか。それはお金もらうことじゃないかなって自分では思うんで。そうですよね。嘘に行って、そんな何もしてないのに食べたりしたら、ちゃんと仕事しろよと思う。うん。美味しそう。ニンニク大好きなんです。毎日ニンニク食べます。本当ですか？だから風邪ひかないんですよ。ああ、うん、まあ、だからかどうか知らんけどめっちゃ強いよ。私めちゃくちゃタフで、結構ハードな地区とか、はい、まあ、山奥だったりとか、はい、僻地ですね、秘境、はい、あとはなんか穴の中入ったりとか、全然いろんなとこ行くんですけど、タフなんで毎日でも疲れない。そうなんですか？はい。結構豊島なんですよ。豊島の割には体力があるかなみたいな。年齢の割にはそうです。はい、多分その辺の同世代だともうみんなくたばってますね。あ、本当ですか？うん、それはやっぱりニンニクだと思ってるんですよ。違う違う、もろて生まれたもん。いやいや違うって。もうバカムドですよ。違う、ニンニクってめちゃくちゃ体にいいんですよね。まあそうですね。そうよ。でもあのニンニク美味しそうやん。美味しい。青森でしょ。青森ね、わかるちゃん、もう見たら中国と青森って違うよ。そうや、わかるちさん、どうで違うって見たらわかるって、それ常識よ。何が違う？いやいや、本当にわかるの。いや、いろんな未踏見ね、わかるちゃん、なんかニンニクのなんかこう油でこう動きが違う。やっぱり、うん、そうですね。やっぱ大きいですね。青森美味しい。あ、うん、中国のとやっぱ全然違う味が。はい。うん。だけど安いラーメン屋とかのは全部中国のなんですよ。そうです。ね。じゃないと採算合わないからですね。うん。こういうハイソサイティなところはやっぱいい材料を使うので。ですよね。そうそうそう。じゃあこれ飲もうと。知っとる。それ何が入ってるんですか？適当な感じ。すごい。楽しみ。わ、スープだ。なんか洒落てますね。粉チーズ。新玉ねぎのスープです。あんま玉ねぎ玉ねぎしてなくて、すごいまろやかな風味で美味しい。玉ねぎはおめぎろまで炒めて、もうトロトロですよね。で、それを食べやすいようにミキサーで回してます、うん、そう、とろみは玉ねぎだけ。もう玉ねぎのもう残骸すらない、ね、
美味しい。どうしてもこう、うん、ひっついて焼けとくなるんですよ。あー、あの皮がね。オニオングラタンスープとか、うん、あなるじゃないですか。美味しい。なんで、もうミキサーにかけて。もう今年32歳よ、上の子は。そんなに言ってあるんだって。さっきババアって言ったじゃないですか。ババアと言ってないんだけど。ババアなんですよ。今とは言いますよ。54です。へぇー、兄ちゃんって言います、名前。ありえない。お魚なんですか。アマダイ、タイだ。うろこ焼きって何ですか。うろこがついたまま焼いてる。え、このうろこ食べれるんですか。へぇ、これが美味しいです、うん、そうなんだ。いや俺もウロコ食わんけど、これは食え。え、知ってます？ウロコって招き屋とかに入れるんですよね。あ、そうなんだ。そうそうそう、甘だよ、焼き方によっても。わぁ、あ、でも身が柔らかいね、うん、甘だい、うん、このまたお塩がいいお塩なんでしょ。イギリスのお塩、英国の塩だそうですよ、うん、英国の。うん、あ、美味しい。魚嫌いなんですけど、めちゃくちゃ美味しい。香ばしくていいね。美味しい。でもやっぱいい素材ってなんか本当に単純にお塩でいただくのが一番美味しいと思う。うん。なんかごちゃごちゃした調味料よりさ、ね、お肉もだって塩とか美味しいもん。そうですね。うん。それは美味しい。やばくてすぐ取れる。マスターおいくつなんですか。私47。47、まだ若いね。ヤングじゃないですか。ヤング40代若いね。ヤングコーンから食べた。ちょっとヤングコーン気になるよね。すごい。何で食べよう。あ、コーンは、バリバリ食わない。あ、中は芯までね、うん、こんなあんま食べんやん。昨日コーンしか食べん、うん、珍しいね、これ。ジャンコーンとかちょっと特別にですね、出していただきましたよ。北海道のアスパラ。てか、あの太さにびっくり。いただきます。アスパラ、北海道産ですよ。やばっ。うん、うん、パン欲しい。美味しい。すごい濃厚でめちゃくちゃ柔らかい。こんな柔らかいアスパラ初めて。チーズが美味しい。これめちゃくちゃ。クリーム、このクリームとマッチしとる。野菜をこれにつけたらいいかもしれない。芋。なるほど。絶対美味しい。普通に美味しい。これね。大将は料理うまいね。大将。大将。大将マスターや。でもなんかシェフだ。言い方がいろいろあるやん。だってほら大将って男もある。マスターとか。大将はいないやろ。大将は年が出た自分の。本当やね。はい。本命ですよこれね。今日の本命。
なんか焼き方が変わるんですか。いや、一度に焼くと冷めちゃうんで食べますよ。はい、冷めちゃう。あ、なるほどね、うん、チョコチョコとね、うん、でもチョコチョコ食べると本当お腹いっぱいになっちゃいますね意外と。いっぺん飲まないんだよ。いやいや、あったかい方がいいくさ。食べろみたいな感じで。いやいや、いろいろ楽しみながらね、食べた方がいいもんね。お肉いただきます。ご健在でご元気で。うん、もちろん、もう今美味しそうです。今もうゆるゆるわさびでいただきますよ。不動産投資と、あの、からは特許を見つけるとかね、うん、お金になると、うん、だその2の時に、あの、電話かかってきて、うん、はいはいと結構言うたら、うん、あ、三菱商事から、うん、すごく大変美味しい。メガホン投げつける。新玉ねぎのスープあれだね、うん、わさびも美味しいね。幸せ。やっぱ肉美味しい。皆さん、これが噂のカマンベール。これ溶けるの？パンに乗ってるんだ。そうです。上はジャム。マーマレード。あ、マーマレード？チーズにマーマレード。マイザー。へえ。なんか。初めてかも。チーズにマーマレード。あ、本当ですか。バターにマーマレードはある。カマンベールはイチゴジャムとか、フレンチとか、フライにしたやつにイチゴジャムとか、はあ、甘いのに甘い。なるほど。めちゃくちゃ美味しい、これ。カマンベール、めちゃくちゃ美味しいです。カマンベールの塩分とこのマーマレードの甘みがめちゃくちゃ相性がいいんです。もう少々したよ。はい、うん、うまな。料理が好きなんですか。そうですね、親が共働きやったけど、お腹減ったら自分で作って食べてたんだ。そういうのがあるんだ。そっからですね、うん、で、習ったりとかして。もうありますし、なんか母親と手伝いとかしてたりとか。うーん、よく祖父の家とか、うん、あの、休みになったらいとけみたいな感じで預けられてたのもあって、で、祖父がよくやってたんで、なんか料理に対しての抵抗、なんか男子厨房にとかいう感覚はなかった。でも男性の方が料理のセンスがあるんですよ。あら、別に関係ないですよ。だってコックさんってさ、はい、男性が多い。力仕事が多かったから。昔は。なるほど。だけんか。あと、あの、まあね、あの、女性的に体の月の変化があるんで、ね、うん、下がちょっと鈍るって言われる方もある。そうなの、うん、いい匂い。でも作ってもらう方がいいね。食べる、ね、食べる方がいい。もらうの全く食べるやつ。だって上手い人が料理した方がいいもんね。そりゃそうだよ。めっちゃ重かったらタイヤの摩耗も早い。うん、で粉塵が増えるよ、うん、でエコじゃないよね。で作る時もそうやし。でもやっぱり今ヨーロッパはね、うん、あの、電気自動車逆に減ってる。そうなの。うん、ヨーロッパ、アメリカの。で日本のハイブリッドとか、あれ水素自動車とか、あれが美味しい。逆に見直されてる。で、あれだけのものを作れんから、電気自動車、電気自動車って奴らは言ったわけ。美味しそう。ガーリックちゃん、うん、美味しい、美味しい。素朴な料理作っても、何作っても美味しいんですね。
腕が違うもんね。だって素人さんやから、やっぱその辺が違うね。うん。うん。美味しい。お味噌汁は赤だし。あ、美味しい赤だし。あるね。